ありがとうございます。ございます。はい。所信、野田総理の所信表明演説、自民党も出席しておりました。はい。受け止めをお願いします。私は、まあ、自民党、野党の総裁として初めて、所信表明演説を配置をしましたが、まあ、極めて、まあ、評論家的な演説であり、具体論もなくて、大変失望しました。演説の中において、まあ、明日への責任、明日という言葉が何回も出てきましたが、この演説を聞いていてですね、野田内閣には明日はないという確信をいたしました。そもそもですね、演説における言葉、これは重みを持たなければいけない。言葉は責任を伴う。つまり、言った以上はそれを実行するということなんですね。国民との約束、国民に信を問う、一番重要な約束を果たしていない中において、何を言ってもですね、それは心に届かない。言葉にリアリティはない。空虚にですね、空回りしているに尽きないと思います。ある意味では、痛々しい演説ですらあったと思いますね。野田総理は演説の中で、闇雲に政治空白を作ってはいけない、総裁もおっしゃった明日への責任ということを繰り返してですね、まあ、政権の続投に強い意欲を示しています。ある意味野党を牽制しているような発言だと思います。こういった指摘についてはどうでしょうか。そもそもですね、定数の是正について我々が出したゼロ増ご利について真面目に議論をしなかったのは誰だと言いたい。そして同時にですね、かつて我々、特例公債の議論になる前に我々は減額補正の要求をしました。この我々の要求に、ね、丁寧に答えていればですね、特例公債の問題ということもなかったんです。それを今まで誰がいたずらに政局に走ったか、これは明らかなんですね。今こそ彼らはですね、我々が示した誠意に応えるべきですね。野党でありながら野田総理の政治生命をかけた法案に誰が賛成したか、それは私たち自由民主党ですよ。その時に私たちに対して、そして国民に対して約束したことを我々は今果たしてもらいたい。それを果たしていくことによってですね、むしろ国民に信を問うことによって、国民の信を得た政府、これはまた野田さんが勝つかもしれないし、私たちが勝つかもしれない、つまり正当性を持った国民の信を得た政権が、外交を、そして経済政策を強力に推進をしていくことによって、初めて道が開かれていくのであって、残念ながらそれは今の野田政権ではないということは明らかです。各社どうぞ。民主党からですね、新たな議長者を出して、不信任案の可決という視野に入ってくるわけですが、今おっしゃった中では、基本的には政権側の判断を待ちたいということですが、不信任案についてもですね、視野にお考えになられて、今国会でもしかしたらそういう場合も来るかもしれない、そういうふうにお考えでしょうか。まあ、我々野党第一党ですから、常に国会が開かれる中においてですね、不信任案というのは、最大の武器であります。この我々のいわばカードをいつどういうタイミングで有効利に切っていく、そのことは常に念頭に置かなければいけないと思いますね。民主党政権は3年前に政権を取った段階では300議席を取っていた。その与党がね、選挙を経ずにこんなに減るっていうのはもう今まで史上例がないのではないのかなと思いますね。今日いたずらにいわば、権力闘争をするなということを言っていましたが、まず自分の党をですね、権力闘争のない党に収めていく責任が党首としてあるんだろうと思います。総裁、ゼロ増減の法案に関してなんですけども、総理は法案が通ればその区割りの確定作業が最後まで終わらなくてもその違憲状態を免れられるんだと、選挙になっても、選挙無効の判決は出ないんだという認識を示しています。これについて総裁の見解を伺いたいです。それはその通りですね。我々院の努力として最高裁の判決が出ました。それに対して
何の対応もしない、これはやはり明らかに最高裁の司法の判断を無視することになります。まあ、しかしそれに対して我々は立法で対応していく。まあ、しかし他方解散権についてはこれはまあ統治行為であります。その中においての判断ということになるんだろうと思いますから、それは違憲ということには、その結果はですね、いわば違憲ということにはならないんだろうと思います。そうしますとこの臨時国会の中でそのゼロ増5減の法案を通して、その後に解散を求めていく、そういう手順を積んでいく。このゼロ増5減についてはですね、我々すでに法律として出しています。まあ、出ているわけですね、衆議院出ている。まあ、これは、まあ、例えば総理大臣がいなくても審議できるわけですね、外遊等が入っていますが、まあ、このゼロ増5減についてはそんな時間が必要がありませんから、その前別の法案をすでに審議していましたね、まあ、一日で私はできる法律だろうと思いますね。今日は、まあ、すみません、今日は参院ホールが初心と、まあ、初心の方がですね、開かれなかったので、聞いておりましたが、この受け止めてですね、前の国会で大杉が通っているということからすると、まあ、国会の理屈からすれば、まあ、それはあるかなと思うんですが、一方で国民からすると議論しないということの分かりにくさ、突き詰めていくと、まあ、参院不要論みたいな話にもつながりかねない懸念もあると思いますけれども、これどういうことですか。問責を野党、全野党が一致して可決をした、これはやっぱり大変重たいんですね。その現憲法下において参議院と衆議院の役割が定められています。その中において参議院においてですね、いわば所信を欠席したのではなくて、所信表明自体が総理大臣できなかったという事態を総理こそ重く受け止めるべきであろうと思いますね。議論においては、我々で基本的に、審議拒否はしないわけであったですね、我々は、まあ、衆議院においては、所信を聞き、そして、代表質問も厳しく行っていきますし、予算委員会もあります。よろしいでしょうか。すみません、総裁の前原大臣の事務所長の問題が出ましたが、かつては同じ問題で閣僚の辞任が追い込まれたことがありました。今後臨時国会でどのように扱っていくかというのをお聞きしたんですが、事実関係をですね、確かめながら、当然、かつて、これは安倍政権でありましたが、閣僚が2人、辞任する結果となりました。その際厳しく辞任を求めたのは民主党なんですね。今いる閣僚のメンバーたちも口を極めて辞職に値するとこう言ってきたことをですね、民主党側も思い返すべきだろうし、そうしたことも念頭に当然、我が党が追及していくことになるだろうと思います。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。